トゥルム遺跡は、マヤ文明末期に栄えた、城壁都市の遺跡である。内陸にあるコバー遺跡のための主要な港として用いられていた。メキシコのカリブ海に面した、ユカタン半島東海岸のキンタナロウ州にあり、廃墟は高さ12メートルの崖の上に位置している。トゥルムは、マヤ人によって作られ居住された最後の都市の一つで、13から15世紀の間に繁栄し、 スペイン人がメキシコを占領し始めた後もおよそ70年間を生き延びた。スペインの移民によって持ち込まれた感染症が終焉の原因であったようにも見られている。トゥルムは沿岸部で最も保存の良いマヤ遺跡の一つで観光客の人気を博している。トゥルム遺跡の地図トゥルム遺跡はカリブ海が東に広がる絶壁の上に建てられていて以前から 夜明けの街を意味するザマという名前で知られていた。トゥリムという言葉は、床手こ語で、フェンス、壁、または、溝を表し、取り囲む壁は、トゥリムの取り出を侵入者から守った。トゥリムは、特に国曜石のため重要な取引拠点として、陸海双方の通商路を使った交易が行われた。周辺にある数多くの壁画などの存在から、降臨する神への礼拝のための、 重要な場所であったようにも見える。このトゥルムの街は推定で1000から1600の人口を有していた。トゥルムはヨーロッパ人が初めて接触した1518年のスペイン不安でグリハルバ探検隊の隊員であったフアン・ディアスによって最初に記された。遺跡の最初の詳しい説明はジョン・ロイド・スティーブンスとフレデリック・キャザウッドによって1843年に 発表された床端探索業である。上陸後、浜から城塞を目にし、そびえ立つ中央神殿に感銘を受けたスティーブンスらは遺跡の壁の正確な地図を作成し、キャザウッドは城塞といくつか他の建物をスケッチした。スティーブンスとキャザウッドはまた、おそらく他のどこかで作られ、トゥリムに運び込まれて再利用されたであろう。 西暦564年に刻まれた初期の古い石碑についても報告した。中央神殿トルムにおける本格的な研究はシルベイナス・モーリーとジョージ・ピー・ハウによって1913年の海岸の復元作業から始まった。研究は1916年から1922年までのカーネギー研究所地図の作成を行った1924年のサミュエル・ロス・ロップ 1930年代後期と1940年代初期のミゲル・アンヘル・フェルナンデス、1956年のウィリアム・サンダーズ、そして1970年代とそれ以後のアーサー・チー・ミラーらによって続けられた。サンダーズとミラーによるこれらの調査を通して、トゥルムが西暦1200年頃の5個天気候期以降から栄えていたと確定した。16世紀前半に、 スペイン人と接触するまで、トゥルムは繁栄を続けていたが、16世紀末までには完全に放棄されたことが分かった。中央神殿北側から見た風の神殿、中央神殿の海側面にある窓トゥルムは、ユカタン半島東海岸のマヤ遺跡群特有の建築様式を持つ。この様式は基礎部分を取り巻く地面よりも一段高くしたステップによって特徴付けられる。 戸口は狭く、建物が大きい場合には、支えの柱によって分割されている。壁は髪型に向けてわずかながら、フレアに広がる。部屋には、奥の壁に一つか二つほどの小さな窓が備わった祭壇があり、両とはリーシによる天井か、アーチ状に組まれた屋根で覆われている。この種の建築様式は、規模は小さいが、同じマヤ半島のチチェン一斉石でも見られる。トルムは、 急な会食がけを背にする一方で、陸側の3面を平均でおよそ3から5メートルの高さの壁で囲い守りを固めていた。壁はおよそ8メートルの厚さと海と平行して南北に400メートルの長さを持ち、東西に渡る壁は南北より若干短く片側170メートルある。この莫大な労力と時間を費やしたであろう、大きな壁の構築には、 マヤ人がこの土地を選択した際に強固な守りをいかに欲していたかを示している。南西と北西の角には見張り台と特定された小さな建物があり、この点についても都市の堅牢者が伺える。5つの狭い出入り口が北と南の両側に角2箇所、西に1箇所ある。壁の北側近くにある小さな天然井戸、瀬能手は都市に飲み水を供給していた。 トゥルムの都市を取り巻く、この印象的な壁は、マヤで最も有名な城壁都市としてよく知られている。トゥルムには、中央神殿、フレスコ画の宮殿、降臨する神の神殿と呼ばれる興味を引く三つの主要な建造物がある。中でも特筆すべきものは、仮想のギャラリーとより、小さな二階のギャラリーのフレスコ画壁面を持つ、フレスコ画の宮殿である。フレスコ画の宮殿は、 太陽の動きを追うための観測書として使われていた。降臨する神、またはビーナス人と呼ばれるマヤのレリーフが宮殿の正面を飾っている。この降臨する神は遺跡の中央エリアにある降臨する神の神殿にも飾られていて、聖壁の入り口の上に降臨する神の漆喰のレリーフが掲げられ、神殿の名前にもなっている。フレスコ画の宮殿の壁画は、 ミシュテカ・プエブラ様式と呼ばれるメキシコ高地に始まったスタイルに似ており、東壁に残されているが、今現在、訪問客は宮殿内部に入ることが許されていない。中央エリアの海側の奥には、ひときわ目立つ高さ7.5メートルの中央神殿がある。建設は段階的に行われたようで、列中と料とモルタル屋根を有していた以前そこにあった。 別の建物の上に建てられた。上階の部屋のマグサイシには、蛇のモチーフが刻まれている。小さな神殿は、沖から来るカヌーのための誘導塔として使われていたと考えられ、神殿内部の鏡火から漏れた光は、洋上にある珊瑚礁の浅瀬の切れ目を指し示し、神殿の崖下に万全な入り江と、土げ浜戸崖への登り口を設け、荷を積んだカヌーを導き入れた。 トゥルムが五個天気候期の間に突出した貿易港になったのもマイア人がこの地に都市を建設した理由の一つであっただろう。大急電浜を守る風の神殿メキシコ中部から中央アメリカに至る地域で接触のあったた拠点や見つかった遺物の数により沿岸と内陸の両交通がトゥルムに収束しているのが明らかになった。メキシコの高地から運び込まれた 銅製の遺物や、床端中からの火打ち石、陶器、鉱炉、金細工が遺跡の近くで発見されている。塩と織物などいくつかの商品は、回路でトゥルムに持ち込まれ、そこから内陸に分散していったと考えられる。代表的な輸出品には、内陸の生産地から来た羽と銅製品があった。これらの商品は、カヌーを用い、 グアテマラの高地に源を発し、ホンジュラス湾に注ぐ、モタグア川や、同じグアテマラの高地から始まり、メキシコ湾に流出するウスマシンタ川、パシオン川水系などで内陸の高地と定地双方を結び、輸送することができた。見つかった翡翠と黒曜石は、トゥルムから700キラマターズほど離れたグアテマラ南部のイクストブック3から運んできたであろう。 遺跡付近で算出されるよりも良質なものが見られ、遺跡での多量の黒曜石の発見は、ツールムが取引における主要な集約拠点であることを示し、このかけ離れた距離を結びつけた。貿易は繁栄の末期まで続き、クリストファー・コロンブスが、ホンジュラス湾の離島の岸を離れて、最初に遭遇した、航海中の原住民のカヌーのうちの一隻だったのかも、しれない。 フレスコ画の宮殿ウミガメの産卵場所として保護されている近隣の海岸トゥルム遺跡は近隣にある他の多くのマヤ遺跡と比べて比較的コンパクトで沿岸のマヤ遺跡群リビエラマヤの中で最も保存の良い遺跡の一つである付近はメキシコのカリブ海沿岸に沿って観光開発され機体 128km の距離にあるリゾート地カンクンと周囲のリビエラマヤは ユカタン半島で、マヤを知るための人気のスポットであり、多くの観光客が毎日運行されている、ツアーバスを使って遺跡へ訪れる。トゥルム遺跡は、メキシコで、テオティワカン遺跡とチチェンに採石に次いで3番目に、訪問客が多く、美しい景色が広がるカリブ海のロケーションは、人気が高い。一跡付近には、セノーテと呼ばれる、天然井戸があり、ドスオホスや、グランセノーテなど、 多数のセノーテと洞窟網がトゥルムの周辺に散在している。観光で訪れる主な目的地は遺跡サイト、市街地のプエブロ、ホテルゾーンのゾナホテルエラ、そしてシアンカーン生物圏保護区の4つの地域に分類される。1995年10月、最大風速秒速50メートルを超える強力なハリケーン、ロクサーヌがトゥルムを襲い、 観光産業の停滞を招いた。遺跡への損害は軽微であった。ありがとうございます。